じゃこんにちは、豊さん、はい、交流戦も終わり、うん、間もなく後半戦スタートというところで、ね、なんとトレードの発表がありました。電撃トレード2日続けて、ま、そうなんだよ。でロッテ中心にね、そうなんですね、発表になったけど、うん、まあまず最初は DeNA とロッテで、はい、の間で国吉勇輝と有吉勇輝、勇輝トレードって言われてるけど、うん、はい、まあ中継ぎの国吉、まあロッテ側はあの中継ぎが不足しているということで、まあ国吉を取りたい。 DeNA の方は右の先発ピッチャーがいないんだよね。うん、で左は今永が復帰したことで、はい、あの浜口と今永で補えると。右の先発投手陣がもう総崩れ状態なんだよね、 DeNA の方は。だから先発できる右投手を探してたという、まあ、そこら辺双方の思惑が一致して、まあ、トレードにはなったんだけど、はい、まあ、有吉はさ、中畑監督がいる時に、国吉ですね、国吉はね、はい、中畑監督の時に使い出したというかさ、はい、豊さんコーチで、そうそうそう、はい、ヘッドコーチの時にね、すごく朴訥でさ、うん、すごくこうなんていうのかな、人見知りするタイプなんだけど、うん、でも心開くとなんかすごく寄ってきてニコニコして、まあすごく好青年なんだよね。で解説の時に俺がグラウンドに行くとね、で国吉が寄ってきてくれて、豊さんこんにちはとか言って、なんかすごくそういう人間が DeNA からいなくなるっていうのはまあすごく寂しいけど、うん、だけどまあ一昨年ねロッテが沢村を巨人から取って大ブレイクしたように、はい、そういう形で活躍をしてくれるとすごくいいなというふうには思ってるしね。はい、うん、有吉の方は一軍のその登板がない状態なんだよね今ね。でファームでは投げてるらしいんだけども、まあどういう状態なのかっていうのがちょっと不安な部分もあるんだよね。まあ確かにロッテの投手陣は層が厚くなったりだとか、まあ佐々木朗希だとか佐々木千早とかも怪我から復帰したりだとか、結構層が厚くなってきてる、はい、投げれる投手がね、うんうん、だからまあそこでちょっと漏れたんだろうなっていうふうに思うんだけどね。なるほど、うん、まあ双方いいトレードになるように、はい、まあ、頑張ってほしいし、まあ国吉はなんかロッテファンの方ちょっと優しく見てほしいのは、一昨年の沢村みたいなことを期待するとちょっと違うかもわからないけども、はい、うん、なんかこう、まあ、それに近い活躍ができるといいなっていうふうに思ってるね。なるほど、こう、うん、タイプとしては沢村投手、まあ、意外と似てるよのような、うん、はい、意外と似て球速も似てるし持ち球も似てるけど、はい、やっぱりちょっと実績とがちょっと伴わないかなって沢村とはね。だけど力のある投手だけに、まあ、頑張ってほしいし、はい、まあ、環境の変化には強いタイプだから、だからまあやってくれると思うけどね。その環境の変化がこうプラスに働くといいですね。そうだね、まあそれとね、やっぱこうちょっと打たれると少し弱気になるんだよね。あ、気持ちの面で。そうそうそう、はい、だからまあそこら辺は強く持ち、うん、で自分が一番いい球っていうのは、はい、やっぱストレートなんだよね、力のある、うん、角度のある、はい、だからそれをやっぱこうちょっと国吉には思い出してほしいなって思うよね。うん、ちょっとかわそうとする時あるからさ、弱気になった時。だからロッテファンの方、国吉が変化球投げ出したら弱気になってると、まっすぐ行けっていう声援を送ってほしいと思います。はい、なるほど、まあ、はい、有吉は DeNA に入ることで後輩になるわけね、だから頑張ってほしいなと思うよね。はい、そうですね、うん、じゃあまたこの両投手がそれぞれのチームで今よりも、うん、力を発揮できるといいですね。まあそうだね、はい、環境を変えてすごく力を発揮する選手もいるし、うん、まあ国吉なんかはこうなんていうのかな、ゲームの2番手で今年なんかずっと投げてきたピッチャーだけにね、うん、はい、まあ結果もあんまりここ最近良くなくて、うん、まあ環境が変わることによってまた自分の力を取り戻してくれるといいなっていうふうに思ってます。はい、はい、でもう一つのトレード、はいね、こちらは加藤トレードと言われていますなんかこう、なんでしょうね、奇遇だろうけどさ、うん、たまたま偶然なんでしょうけど、こんなことが2つってすごいですね、うん、まあそうだね、はい、でこちらの方終わろってから、うん、加藤翔平外野手ですね、はい、で中日の加藤捕手ですね、捕手、うん、だね、はい、加藤拓磨、はい、ね、加藤は
あの足が速く守備も上手い選手なんだよね、はいはい、加藤は加藤翔平、ね、翔平はねロッテの方はね、はい、まあファームの方ではさ首位打者を取ったりとかもした時があって、うん、いや割とバッティングの方も使えるんだけども、はい、だけどやっぱりロッテの外野手を見るとさ、まあマーティンがいる、角中がいる、荻野がいる、まあ、藤原も出てきたとかさ、うん、いろんなことからこうちょっと漏れてんだよね枠から。で加藤っていうのは中日の方の木下っていうのがさ、はい、キャッチャーで非常に結果を出してるからちょっと出番がないという、うん、で加藤の特徴っていうのはとにかく鉄砲型、うん、これはめちゃくちゃ強いよ肩が。でロッテの星を見ると、はい、まあいるにはいるし素質のあるキャッチャーもたくさんいるんだけど、ただ加藤の肩に比べるとめちゃくちゃ加藤の方が強いという、うん、でやっぱこうオープン戦じゃないな、交流戦見ててもロッテが走られるケースがたくさんあったんだよね。なるほど。だからそういう意味では加藤、うん、これもう出番がすごく急増すると思うロッテに入るとね、はい、でロッテの方の加藤、中日に行く加藤、はい、で与田監督がねやっぱり足の速い選手を最近使いたがってんだよね。うん、これは何でかというとさ、バンテリンドームが広いでしょ、まあ12球団で一番広い球場と言ってもいいぐらいの球場で、はい、それでまあ足の速い外野手、それでやっぱホームランが出にくいじゃない、だから足を使った攻撃をするためにはやっぱ守れて打てて走れる選手、もうバランスのいいバランスのいい選手、はい、でね盛んにね高松とか滝野とか使ってたんだけど、はい、いまいちやっぱこうバッティングの方がね1割ちょっとぐらいで打てないんだよね。うん、だから足を使いたくても使えないという攻撃で、はい、やっぱ打てて走れる外野手を探してたと思うんだよ、はい、で加藤が漏れてるということでまあこういうトレードが成立したんだけどさ、うん、ここのトレードっていうのはすごくないものを補える、お互いのチームが、お互いのチームが、はい、だからすごくいいトレードになるなっていうふうに俺は思ってるんだよね。で加藤の出番もめちゃくちゃ増えると思うし、はい、お互い加藤がよそうですね、まあ、加藤翔平の方はものすごく出番も増えると思うし、はい、こっち の中日の加藤拓磨もやっぱマスクをかぶる、はい、まあ、キャッチャーだけにさいろんなデータも頭に入れながらなんだけど、はい、自分ところのチームのロッテのピッチャーのいろんな持ち球だとかサインだとかも覚える時間というのも必要だけども、はい、出番が増えると思うよね。うん、それとロッテの監督、ね、井口監督、はい、まあ、昨年沢村が、ね、その日にユニフォームをロッテのユニフォームを着たその日に登板させたんだよ。うん、で結果がものすごく良かった、はい、その時はまだ借りてたからね人に、ね、ユニフォームが間に合わなくて、はい、でやっぱこうトレードに来た選手を使うのは井口監督うまい、で乗せるというか、だからそういう意味では非常に期待もしてるし、まあ国吉というロッテにいる吉井コーチ、ピッチングコーチ、はい、やっぱこうピッチャーを育てるのもすごくうまい、なるほど、ピッチングコーチだよ、メジャーでの経験などもありますしね、まあ、あるしね、うん、だから国吉も良くなればいいし、うん、ね、まあ、他のコーチがダメだって言ってるわけじゃないけど、はい、まあ、ロッテが2人の選手をトレードしたということで新しい地を入れるということでね、やっぱロッテもこのまま沈んでるわけにはいかないと、今年勝負をかけてるから、うん、井口監督はね、なるほど、だから力になってくれるといいなっていうふうに思ってるけどね、はいはい、こういったトレードっていうのはこう例えば今回だと、うん、ロッテから2選手うん、で DeNA と中日の選手となんかトレードっていう形になってるんですけど、うん、こういうのはこの図を見てると、うん、ロッテの方からそれぞれに働きかけをしたのかなっていうように見受けられる部分もあるんですけど、まあ そうだね、そういうのっていうのはやっぱどちらかの球団からか話を知らないとやっぱ話に乗ってこないよね、うん、まあおそらくロッテの昨年の仕掛け方を見るとやっぱロッテがこう仕掛けてる部分っていうのはあるよね。この例えばロッテはその沢村投手のこともあったりするので、うん、こう年間の構想というかこうチームを作っていく構想の中で、うん、こういうタイミングでのトレードだったりとか、うん、っていうのも一つもうある
んでしょうかね。編成とすればさ、はい、やっぱ弱いところを補っていく、うん、だから長継ぎでやっぱ沢村みたいなちょっと刺激が欲しい、うん、で、あ、DeNA は右の先発ピッチャーに困ってんじゃないか、はい、で、このまま有吉がさロッテに居続けても今年クビになるかもわからないもん、うん、やっぱ選手の層が厚くなったり だとか若手が出てきたから、はい、だからまあ有吉のことも考えながら国吉とどうだろうっていうのを持ちかけてる可能性もあるよね、うん、でこっちもそうだよ、うんうんうん、なんかこうそうですね、こう積極的にトレードをね、そうそう、うん、やっていくようなチームのこう首脳陣たちの考えがあるのかなとか、うん、例えば井口監督がそういったことを、まあ、井口監督もやっぱりあの海外経験してるから、うん、メジャーをね、はい、だからもう盛んに行われた時代だし、うん、井口監督が行ってる時はね、はい、だからやっぱこう足りないところを早めに補って、うん、でなおかつそのお互い埋もれてる選手を生かしていこうという、うんうん、考えは井口監督の中には絶対あると思うしね、こうやっぱりチームのためによりこう自分たちのチームが強くなるようにっていうのと、自分のチームにいてもこううまく起用できない起用できないっていう選手をぜひできそうなところにっていうふうなことも、まあ、そうだね、まあだからチームも生かし選手も生きるようにっていう、生きるようにっていう、まあ一つの愛情もあるし、うん、そこにはね、うん、でまあ原監督もそういうことを考える監督だしね、うん、うちにいてももう出番がないと、だから他沢村でも出したしね、うん、沢村出すのと思うけど、うん、でも沢村はもう監督の時にはもう使う気がないんだったら他行って使った方がいいという、うん、だからこの加藤翔平っていうのも外野手がロッテの外野手が熱くなった、で加藤拓磨っていうのももう木下っていうのが出来上がったキャッチャーとして、そしたらもう出番がない、双方出番がないんだったらチームを変えて弱いところを補える、うん、そしたら貴重な戦力になってくるわけよね、うん、だからこういう風なトレード、これはなんかロッテと中日のこのトレードはなんかすごく腑に落ちる感じですか、腑に落ちるし、うん、なんかこう注目していきたいトレードだよね、うん、まあ、このトレードでこう名前もクローズアップされて、うん、みんなの注目もこう集まってくるので、 それもよりまた選手のモチベーションになっていくといいですよね。そりゃそうだね。だからまあ人情的には国吉頑張るとね、まあ、そうですね、いうのはあるけどね、はい、まあ、こういうトレードが今後、うん、いや、このチームの誰がとかでなんか豊さんの中にありますか。俺はね、うん、巨人とソフトバンクが動きそうな気がするんだよね。お、去年の覇者、これはそう、はい、去年の覇者だけにこのまま尻尾巻くわけにいかないんだよ、うん、まあソフトバンクは打てない今年ですね、うん、はい、でも投手力はいいで、巨人は、あ、なるほど、まあ、投手力に困ってる、うんうんうん、そうなるとソフトバンクの杉山とか古谷、杉山って右手ものすごい力があるんだよね、2人とも投手ですよね、うん、はい、古谷っていうのは左で160キロぐらい投げる投手なの、うん、でもまだ育ちきってないんだよね、うん、でもソフトバンクは打てる野手が欲しい、うん、そうなってくると即戦力になるということですよね、うん、だから、まあ、そこら辺で、まあ、杉山も古谷も若いからねソフトバンクは出しにくいと思うけど、はい、まあ、セニアラを変えられないということになってくると、まあ例えば1対2のトレードだとか、あ、まあ、例えばソフトバンクが1に対して巨人が2出したりだとか、はい、巨人が1に対してソフトバンクが2出したりだとか、はい、なんかそういった可能性もなんかなきにしもあらずかなという、うん、でやっぱちょっと下位に低迷しそうなチームじゃない今順位的には ね、はい、だからそこら辺を補ってるけど、うん、やっぱ覇者っていうのはさやっぱこのまま負けるわけにいかないから、うん、なんかどっかで手は打ってきそうな気がします。なるほど、はい、すごい。そうなってくるとまたいろいろなことが、まあでもね、まあ、さっきも言ったように選手がそこで活躍できれば、そうですよね、でチームはないところを弱い部分を補えればすごくいいトレードだっていうふうに言われるしね、うん、だからまあ同じ一ところのチームにいるとさやっぱ愛着も湧くし
っぱ本当にこの4人っていうのはすごく寂しい思いをしてると思うよね。なんかコメントでもやっぱそれが端々から感じ取られますよね、うん、そうそう、うん、だから本人たちにとってみれば結構こう突然の話、うん、そうだね、であったりするとトレードはね、話が漏れると成立しなくなるからね、うん、だから気持ち的にもこう準備っていうのはとても大変なんだろうなっていうふうに思いますよね。だから早くチームの中で自分の居場所をね作ってほしいなと思います、うん、はい、活躍を期待してます。はい。